その昔、京の五条大橋に一人の山伏あり。山伏、一年の間に大刀999本を刈り集めたり、今宵で念願の千本と山伏待ち受けるところ、橋を通りかかる者あり。この者、名を牛若という。山伏の渾身の一撃を牛若ひらりひらりとかわし、欄干に飛び乗り、大いに翻弄す。敗れた山伏改心し、牛若の家来となる。この者、名を武蔵坊弁慶という。この二人も子供じゃないんだから列を乱さない。言うこと聞かないとその頭ガチ割るわよ。はいはい、みんなもうじき次の見学場所に着くわよ。守ってくれたんだね、約束。止まっていたんだ。ケツを追いかけていくなんてな、こりゃとんでもないことが起きるかもな。旅先だからってテンション上がっちまったのか。まあいい傾向だけどな。ああそうだ、せっかくの修学旅行だからな。どうだ、一勝負。カードが見えてんじゃないかってぐらいお前勘が鋭いからな。だけどな、今日は負けないぜ。少しはやり返さないとこっちも腹の虫が収まらねえからな。そういうことだな、付き合えよ。それ無理、お前が戻ってくるのが遅いから悪い。急がないと消灯時間まで何回勝負できるかわからないしな。you
っしゃー、お前の負け。わけわかんないことを。ま、勝負は時の運ってやつだ。あんまり気を落とすな。おーし、たっぷり負けたんだから、こりゃ罰ゲームでもやってもらわないとな。今は修学旅行、一つ屋根の下に女子も一緒となりゃ、もちろん呼ばいしかないだろう。仕方ないやつだな。じゃあ女プロでも覗け。そりゃいや、お前案外シャイだからな。このまんまじゃ彼女の一人もできないぜ。度胸試しだよ、度胸試し。いざって時にビビらなくて済むように。そうそう、今日だってもう一歩のところだったんだろ。ここの大浴場な、男女の真ん中に仕切りがあるんだけど、上の方は隙間が空いてるんだ。つまり仕切りによじ登れば向こう側が覗けるってわけ。そう、さっき確認済みだぜ。時間が早かったせいで誰も入ってなかったけどな。ま、そういうわけだ。行ってこい。人聞きの悪いこと言うなよ。お前を思ってのことなんだから。とにかくさ、お前が行かないことには話が始まんないんだからな。あんなに負けたくせに。安心しろ、他の連中に気づかれないように廊下で見張っててやるから。その代わり、帰ってきたらどんな可愛い子がいたか報告しろよ。Thank you.
誰？私が義経と知っての狼藉？どっちにしたって知られてくれしておけない。言ったよ、そんなの分かりきってるじゃないか。入浴中に襲われたんだ。でも私はそうはいかないよ。ベラベラとわけのわかんないことを。資格のくせによく喋るやつだね。させてから連れて行くか。そんな、ただの人間が乗り攻め様に殴られたら死んでしまいますよ。手加減はする。
の神のリツネを野党の類と一緒にするのか。まあ事情が飲み込めてないようですから仕方がありませんよ。不愉快な奴だ。未来人というのはみんなこうなのか。混乱しているようだ。まあ無理もありません。本当に呼び寄せられるかどうか僕だって半信半疑。ともかくいつまでもこうしてるわけにもいかん。予定とは少し違ったが、事情はゴン中納言に説明してもらうとして、こいつを陣に連れて行くぞ。わかりました。さあ来い。従わぬと痛い目を見ることになるぞ。にしましょう。ちょっと待って、こっちが先に用があるんだから。ここにいたんだね。あんなとこ見られたからには一緒に来てもらわなくちゃ。君、こっちに来て。なんだ女、邪魔だ、どいてろ。だから私の用の方が先なのって。わあ、あなたは平野の乗り継ぎ。おお、俺の名前を知ってるのか。ただの女ではない。さては源氏に関わりのあるものか。図星のようだな。ならばこのまま逃がすわけにはいかん。レイヤ、その女も一緒に捕まえるぞ。任せてください。太刀を捨ててください。私のことかばってくれたの？どうして？そうしたいけど、こんな格好じゃ戦えないよ。平家の連中に正体がバレちゃう。だから、やだ！かわしたのか、すばしっこいやつね。とにかく逃げろ、こっち。と言ったでしょ。
今日の街は僕にとって庭みたいなものですからね。先回りするくらい簡単ですよ。さあ僕と一緒に来てください。素直に従ってくれれば手荒なことはしないと約束しますから。それは無理だよ。私は平家が大嫌いなんだ。わかりやすい理由ですね。じゃあ仕方がありません。よし、よくやったレンヤ。あとは俺に任せろ。追いかけっこもここまでだ。お前たちにはしつけというやつを教えてやる必要がありそうだな。都を支配してるからって私たちの主人にでもなったつもり？そういう傲慢な態度をとってるようじゃ平家の世も長くないね。貴様ら許さんぞ。俺を愚弄したことを後悔させてやる。腕の一本や二本は覚悟しておけ。君、これ。ここで何をしているか。なんだお前は。武士が女子供を襲うのか。世も末だな。これも平家の世が長く続いたせいか。おいクソ坊主、俺たちの邪魔をする気か。ああその通りだ。御仏に仕える者としてこれ以上の横暴は許せぬ。思い出したぞ。近頃平家の人間を見つけては喧嘩を吹っかけてくる坊主がいるらしい。そうか、お前か。都中の誰も彼もが平家の顔色ばかり伺っている。それが面白くないだけだ。坊主の分際で小尺なことを言う。能登守範経が懲らしめてくれるわ。範経ならば相手にとって不足なし。おう、この俺の一撃を受け止める。やるな坊主。ならばこれはどうだ。少年、何をぼーっと突っ立ってる。戦いに巻き込まれたいのか。隙あり。危ない平家。うん、私も手伝うよ。女が太刀を振るうか。しませんよ。あなたの相手は僕がします。おとなしく一緒に来てください。あなたを連れて帰ると約束したんです。仕方がありませんね。少しだけ痛い目に遭ってもらいますよ。潰れてもらいますよ。行きます。くそ、一体どうなってるんだ。武器も本物だし、みんな本気だし。絶対に負けない。どう、言われた通りの格好をしているけど、この人が本当にそうなのか。行きます。くそ、
となしく一緒に来てもらえませんか。絶対に嫌だ。なぜです。知らない人についていっちゃいけないって言われてるんでね。強情な人ですね。行きます。くそ、なんで俺がこんな目に遭うんだよ。風呂覗いた罰なのか。あんまり出番がないのも辛いもんだな。どりゃ、終了不足でしたか。よし、俺たちの勝利だ。手加減して戦うというのは意外に難しいんですね。それにその体格、力だけなら乗り常様にも引けは取りませんよ。しかしこのままじゃ拉致が明きませんね。そうですね、乗り常様じゃありませんが、足の一本くらい傷つけても役目には支障ないでしょう。覚悟してください。なぜわざわざ盾に。ここまでする気はなかったのに。あの刀、クラカ様が必要とされているものを傷つけさせるわけにはいかなかったのだ。おーい、クラカ、どちらにおられるのですか、クラカ様。誰か来るぞ。2、3、4。ノリスネ様、相手は4人のようです。ふん、たかが4人程度か。どれほどのこともない。それはそうでしょうが、今の戦いで騒ぎが大きくなりすぎました。ノリスネ様の姿は知れ渡っていますから、面倒なことに。ことがことだけに内密に運べ。それが智盛の命令だ。あの体でラオも二人をかばうか。あれほどの男には未だかつて出会ったことがなかったものを。おい、その坊主に免じて今日のところは見逃してやる。いずれまた。弁慶、弁慶。弁慶、しっかりして。弁慶。私は弁慶ではありませぬ。何言ってるの、君は弁慶でしょ。昔この橋の上で私と出会った弁慶じゃないか。あの時の約束を守るために来てくれたんでしょ。私は弁慶ではありません。少年よ、私の薙刀を取ってくれ。それを受け取ってくれるか。今日から私になり変わり、クラカ様を守ってやってくれ。頼む。私と彼はここで出会ったんだ。もうずっと昔のことになる。最初は敵同士だった。私は己の腕試しにこの場を通りかかる者の刀を奪っていたのだ。今宵が最後の一振り、そう決めた晩に橋を通りかかったのがこのクラカ様だった。戦い、そして私は敗れた。敗れた後、この方の境遇を聞き、いつか平家打倒の旗を上げる時は何があろうと駆けつける。そ
そう約束したのだ。うん、守ってくれたね、弁慶。弁慶。涙を見せてはなりませぬ。あなたとこの橋の上で出会い、主人の契りを結び、今またこの橋の上で別れるのも縁にし、そしてその時にこの少年が現れたのも不思議な縁にし、少年よ、プラカ様のことを頼む。私の名は源九郎義経。そして彼の名は武蔵坊弁慶。でも弁慶の遺言、今日から君が武蔵坊弁慶だよ。身をかばって死んだ男の遺言なんだよ。それでもできないって言うの？改めて名乗らせてもらうね。私は源九郎義経。知られちゃったから白状するけど、プラカが本当の名前、私は女なんだ。それで私の正体のことなんだけど、さっきはごめん。いや、ほら、殴ったりして。君、素直でいいやつだね。ところで、行くところがないんでしょ？私に力を貸して。平家打倒を手伝ってほしいんだ。そうじゃないよ。彼は弁慶じゃない。忘れたの？今日から君が弁慶なんだよ。本物の弁慶のことは、みんなには黙っててほしいんだ。それでもいい。頼りになる仲間が増えるって伝えてたから、がっかりさせたくないんだ。平家との戦はこれからが本番だから。それじゃあ改めてみんなを紹介するね。
初めてお目にかかります。私は佐藤もみじと申します。クラカ様、いえ、義経様の副将を務めております。以後よろしくお願いいたします。はい、あの、こちらこそ。もみじ、その人ちょっと変だから気にしないで。気にはしていませんが。じゃあ次は、あれ、ねえ、静香は？はい、すぐに来るようにと伝えたのですが。静香？はい、はい。お待たせしました。どんな衣装を着てこようか迷っていて遅くなってしまいまして。武蔵坊さん、では弁慶さん。でもお名前の割にあまりお坊様らしく見えませんね。未来？それ何ですか？ことですか、弁慶さん。私と気が合いそうですね。あの、静香さん、自己紹介を忘れてますよ。あ、そうでした。私、平拍子の静香です。よろしくお願いしますね。舞妓のことですよ。音楽に合わせて舞を披露するんです。ご存知ないんですか？私、ショックです。はい、お前バカか。女同士で夫婦になれるわけねえだろ。やい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 、こちとら5つの時から自分の腕1本で食ってきてるんだ。バカにすると承知しないぜ。私はレーナ、属性は忍者だ。ちょっとだけちっちゃいからってなめんなよ。ぶん殴ってやるからな。なんだよ、ジロジロ見やがって。私の顔になんかついてんのか、こら。私たちは平家打倒のために集まってるんだ。今度妙なこと言いやがったら、クラカが止めたってここから追い出すからな。もうレイナったら。あとは。騒がしいな。あ、与一、弁慶に挨拶して。那須の与一だ。なんだそれは。悪いが、慣れ合うつもりはない。功を競い合うという意味では競争相手だからな。だが、ああそうか、心配はいらなかったみたいだな。体格は抜きん出ているが隙だらけだ。武芸の腕前は素人同然だな。まあ、足手まといにならなければそれでいい。といいがな。そういえばクラカさん、お風呂を覗かれたなんて大騒ぎしてませんでしたか？確かに私も耳にしました。まさか弁慶様が犯人では？
どういうことだよクラカ、こいつに裸見られたのか。それはほら、私も実際に会うのは10年ぶりだったから、フラチモノが侵入したのかと思ったんだ。勘違いだったんだよ、勘違い。そんな見られてるはずないじゃないねえ。それならよろしいのですが。だけどさ、弁慶って聞いてたのとは随分違うな。そうかな。確かに図体はでかいけどさ、いまいち迫力が足りないっていうか、本当に戦力になるのか。それは安心して、何しろあの太陽の乗り連れの一撃を受け止めたんだからね、弁慶。まあ弁慶さんってお強いんですね。乗り連れの一撃をこいつが、信じられないな。でもそれが本当なら、私たちはとても心強い味方を得たことになります。本当ならばな。というわけで、これでみんなが揃ったんだ。平家打倒のため力を合わせて頑張ろう。おう。取り逃がしただと。はい、申し訳ございません。友森さん、すまん友森。その男らが聞いていたのとは別の場所に現れている。別の場所。ああ、五条大橋のあたりだ。そうと思わぬ邪魔が入った。そうなんです、おそらく源氏の手のものかと。それでは例の男は源氏の手に落ちたというのか。それはいささか厄介だな。まあ良いではないか。それも一興。どういうことでしょう。例の男の価値を知るなら我らは、源氏もあの男自身気づいてはおらぬ。それはその通りでしょうが、企てを考え直さねばならなくなるのでは。いや、変更はない。鎌倉の頼朝だが、まずは我ら平家を先に、義仲を討つつもりのようだ。同じ源氏同士、せいぜい血を流してもらうとしよう。どちらが勝っても、源氏は都に戻って、例の男を連れてな。なるほど。我らは高みの見物をしつつ、その間に力を蓄える。とりあえず男の居場所だけは突き止めておけ。監視は怠らない。はは、お任せください。
してここに。泣いてなんかいないよ。大将は人前で泣いちゃいけないんだ。だから泣いてなんかいない。お風呂は覗くし、ここには来るし、とことん失礼なやつだね、君って。え、それじゃ。よろしくね、弁慶。はいはい、ご失礼で歴史講座のお時間です。このコーナーは時代背景とか本当はどうだったのかとか解説しちゃうコーナーです。めんどくせえな、なんでこんなこと。はい、レーナ、うるさい。じゃあまず時代ね。今は何時代なわけ。今は平安時代の終わりですね。まさに世も末で世間は乱れ切ってます。なんで時代の終わりだと世の中に乱れるの。世が乱れるから時代が変わるのだろう。どちらも大して変わりませんね。興味のある方は本などで調べてみてください。意外と面白いですよ。自分で調べるのか。ちなみにここでの解説だけ言っても、いろいろ諸説入り乱れなので間違ってるとかはいい子なしね。それじゃあ解説になってない。はい、レーナ、うるさい。次は源氏と平家の説明行ってみよう。じゃあ与一、よろしく。承知した。皇位につけなかった皇族の子孫が名字をつけて平民化したのが平家の源氏の始まりだ。桓武天皇の子孫が平家で、清和天皇の子孫なのが源氏。ちなみに私も源氏の流れを組んでいる。与一さんの場合は詳細不明なことが多くて、そうだとは言い切れないんですけどね。まあまあ、正式には嫡流はその発祥から桓武平氏、清和源氏と呼びます。本当はもっといろいろあるのですが、その辺はややこしいのでここでは触れません。いや、触れろよ。これも興味のある方はご自分でお調べください。だからそのあたりも諸説あるんだよね。おい、全然解説になってないぞ。レーナ、うるさい。ああ、そうそう、私と弁慶の対決も諸説があって、五条天神社で戦ったという説や御所の橋という説もあれば、御所の橋がなまって五条の橋と伝わったという説もあります。おお、やっとまともな豆知識だ。なあなあ、クラカなら弁慶と会った場所どこだかはっきり言えるんだろう。へっ、教えてくれよ。忘れたの。レーナ、うるさい。それじゃあ今回はこの辺で。じゃあね。おーい、クラカ様、見事な逃げ足です。